皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、小関圭一でございます。メガネかけようかな今日も始まりました、小関圭一競馬予想 TV でございます始まったよ今日はですね、2月3日、節分の日ですね。もう外ではですね、もうね、お庭外、福内の声がね、もうね、聞こえますけどもね、僕は相変わらずトラックの中で、福内、じゃあね、お庭内、福内外って、ね、もうね、叫びながら、もうね、わはは言いながら、トラックをね、走り回しているんですけども、今日もね、始まりました、始まってしまいました、小関圭一競馬予想 TV。ですね、今回の予想はですね、2月5日、東京競馬場と京都競馬場で行われます、東京新聞杯と如月賞の予想をこの動画1本で、撮りますということでですね、早口でありますけども、あとですね、15分ぐらいのちょっと、ね、動画になってしまうと思うんですけどもね、ちょっと、ね、長ったらしいですけども、ぜひね、最後までねご視聴していただけたらと思います。如月賞の、ね、予想ね、多分ね、出た時点でね、ポチッとね切ってしまう方もね、多分ね、たくさんいると思うんですけども、まあ最後までね、本当にね、僕のうんちくをね、聞いていただけたらと思いますということで早速行きましょうか。その前にちょっとね、1分だけね、最近ね思うんですけどもね、僕の名前 YouTube に上がってるんですけども、小学校、中学校、高校、要はですね、同級生、別に同窓会をやるっていうつもりはないんですけども、もしね、僕のこのね、動画と、名前をね、見てくれてる同級生の方、もしいたら、気軽にね、コメントしていただけたらと思います。まあ、いるわけねえかな、いたら多分ね、おう、小関ってね、コメントね、多分やってくれてるとは思うんですけどもね、まあね、詳しくは、ツイッターはね、ジャスタウェイでやってますんでね、まだね、未だにジャスタウェイでね、去年の今頃ね、ちょっとね、改名しようかどうかっていうことでね、悩んでたんですけどもね、結局、ジャスタウェイからね、改名してね、ジャスタウェイはね、もう引退してしまってね、はい、来年あたりもう生まれるのかな、もう今年生まれるのかな、どうなんだろう、はい、まあ、ね、ジャスタウェイのね、コバも、楽しみにはしてますけどもね、はい。またその時またね、僕ね、ジャストウェイですってね、復活するかもしれないですね。ジャストウェイのね、コバ、なんだあれ、コマ、なんて言うんだ。ジャストウェイのね、子供がね、出てきたね、父ちゃんがジャストウェイでね、はい。その馬をね、押す時はね、俺ね、あ、ジャストウェイだよって言うかもしれない。懐かしいですね。もうね、昔から見てくださってる方はね、ジャストウェイだよっていうね、昔はね、やってたんですけどもね、今はね、もうね、小関圭一競馬予想 TV ということで、やっておりますということで、はい、早速、うんちくは、うんちくはですね、終わりまして、はい、ということで、行きましょうか、はい、やっぱりこっちかな、はい、暗いな、行こうかな、はい。ですね、2月5日、まずですね、第67回、東京新聞杯 G3 ということでね、東京11レース、芝 1600m でございます、マイル戦でございます、安田記念やらね、なんだっけ、マイルチャンピオンシップかな、はい、マイルチャンピオンは確か中山だったっけ、ですね、ブラックかエアースピネル、はい、ブラックエアースピネル、はい、スピネル兄弟で、はい、まあね、同い年なんですけどもね、この2頭はね、双子っていうわけじゃないか一応ね、ブラックエアースピネル、はい、これの馬連ワイドで勝負するか、ヤングマンパワー、はい、まあそうですね、ヤングマンパワー、前走このね、ヤングマンパワーね、僕ね、本当はヤングマンパワー1頭だけで押したいです。10頭立てなんでね、マイルチャンピオンシップ、それこそ、あ、京都だった。京都だった。中山じゃねえや。マイルチャンピオンシップね、4番人気だから16着とね、何があったか分かんないですけどもね、その2走がね、富士ステークスと関屋記念ね、そうですね、大体決まり手がね、関屋記念なんかすごいですね、1分31秒8でね、ゴール切ってるんでね、同じ 1600m でね、もうちょっとでレコードをあれするっていう足を使ったのかな、これね、はい、だから、
あの外枠ながらでもね、あのヤングマンパワーはね、もしかしたらね、軸になるかもしれません。はい。でその後でね、このね2頭、ブラックスピネルとね、ミアスピネルということで、はい。まあ同じブラックつながりなら、あのねブラックムーンもねちょっとね、いいかもしれませんね。はい。ブラックムーン、まあそうですね、10頭立てなんで、あまりね頭数ね、増やすとちょっとね、なんだろうあれなんで、もうここはね頭数少なかったらもうね自分を信じるしかない。まあまあ結局は自分を信じるしかないっていうのは万国共通なんですけど、頭数少ないのにあまりね掛け金ね、掛ける点数をねあれしてしまうとね、ちょっとあれなんでね、僕はですけども、はい、僕は東京新聞杯は、ブラックとエアースピネルの生まれんワイドでまず勝負して、でヤングマンパワーでこれを絡めて、まあ3頭絡めるそうしよう、もうめんどくせえオッズ的にはね、もうね本当申し訳ないですけどね、多分ねこれね人気になると思うからね、そんなに来ないと思うんですよね。下手したらヤングマンパワーがね、ダントツっていうわけじゃないけど、なんか一番人気になりそうな気するな。だってもう G3 一応ね2勝してますんでね、そうですね、ヤングマンパワー、2勝じゃねえな、2歳の時も入れたら3勝してんのか、G3 大賞ですね、こいつG3 大賞だからね、もしかしたらね、やっぱりね、ヤングマンパワーってことでね、はい、いけるかもしれませんね。はい。でまあ相変わらず困った時は、外国人騎手と武豊騎手にね、お任せしますということでね。まあその他にもね、いろいろあるとは思うんですけどもね、とりあえず頭数少ないんで、僕はこの3頭で、はい、勝負してちょっとね掛け金を多めに行ってみたいと思います。はい。って言っておきながらね、入金したの3000円ぐらいしかないですよ正月ね、ちょっとね遊びすぎちゃってね、給料もね、10万ね少ないですよね、やっぱりね正月休みがあってね、もうね休んだだけね給料出ないから、10万ね安くなっちゃって、とりあえずね2月のね、今月の給料日までどうやって過ごそうかっていう感じなんですよね、もうね。はい。とりあえずそんな感じで、はい、ね、ブラックスピネル、エアスピネルということで、であとヤングマンパワーということでね、勝負してみたいと思います。とでとりあえず、これでまず東京新聞杯ですね、予想は、終わりたいと思います。ではい、次はですね、もう8分か、早いな、キサラギ賞ということで、はい、1頭だけ、はい、キサラギ賞ですね、はい、はい、こちらですね、2月5日、第57回、キサラギ賞 G3 ということでですね、3歳戦でございます。京都11レース芝 1800m、 僕4番のダンビュライトから行ってみたいと思います。はい。で4番1番を軸に、こうやってね、もうこれもう3連単ということで、はい、3連単勝負、もう8頭立てなんでね、もうねあまりね考えずにもうね、こういう風にやってみました。はい。ですね、キサラギ賞に関しましては4番なんで選んだかって言いますとですね、まあルメール騎手まずは、ルメール騎手はね、もうちょっと置いといてください。はい。困った時、これは困ってないです。はい。ちゃんとした理由がありました。はい。サウジアラビアロイヤルカップでですね、これね、1600m を1分34秒やや重で走ってるんですよね。でこれに12足すと1分46秒7で、だいたいこの木更木賞の、決まりタイムがだいたい1分47秒ぐらいなんです。はい。なので、前回のフューチュリティステークスはまあこれもいいタイムだな、13着ながら1分36秒5で12足せば、1800m、イソハロン 200m、12秒ってまず何にも考えずに12秒って単純計算したら、1分48秒5という、はい、ダンビュライトいいかもしれないです。はい。カンビュライト、ダンビュライト、はい、
で、あとはですね、やっぱりね、あのね、一か八かということでね、鈴鹿メジャーとね、あのね、里の朝、里の朝一番と、あのね、あの鈴鹿メジャーとね、入ってるんですけどもね、とりあえず僕は真ん中のダンビライトからね、行ってみたいと思います。まあ、あとはね、タイム見たんですけど、まあまあ、それなりのね、あの平均的なタイムなんでね、でまあ、あの前々走ですけども、ダンビライトに関しては前々走なんですけども、そのね、前々走の、足を、ね、使ってくれればチャンスはあるんじゃないかと。であとはやっぱり里のアーサーね、里の、はい、ダイヤモンド、はい、であとは鈴鹿メジャー、ダイワメジャーですね、はい、だからそうですね、いい馬はいると思うんですけども、大体ねこの如月賞がね、あの出た如月賞 ね、 あのね、前回は里のダイヤモンドなんですよ。であのルージュバック、前回はルージュバックで、当選スターダムどこ行ったっていうね、当時はね、当選スターダムはもうね、結構盛り上がってたんですけどもね、あのね、結局ね、走んなかったっていう。うん、その前はタマモプレー、タマモベストプレーか、はい、でワールドエース、うん、結局ね、もうね、あのね、うん、去年のあの東京新聞杯ですね、ちょうど裏番組のね、あこっちが、まあ、まあいいや、どっちも裏番組はまあいいや、はい、ということで、そうなっております。はい、里のダイヤモンドはね強いですよね、本当にね、もうダービーとねあれね取ってればね、すごかったの。まあということでですね、如月賞は1頭ダンビュライトで流していきたいと思います。プラチナボイス、ラチナボイスはまあいいや。はい、ということで、ですね、とりあえず、まず如月賞から、ダンビュライトで、ね、これ3連単でいきたいと思います。はい、で、ね、東京新聞杯はですね、こういう感じで、はい、ヤングマンパワー、はい、行ってみたいと思います。ということでですね、ここまでご視聴ありがとうございました。あと1分で終わりますんでね、とりあえずね、来週なんだ、京都記念なんだっけ。また調べてねえや。まあそうですね、本当にね、さっきも言ったんですけどもね、なんかね最近ね、あのね、あの同級生のことでなんかね気になってね、このね、もしね動画で、ね、見てたらね、あのね、あ小関だよ。あのね、気軽にねコメントしていただけたらね、あの俺ね毎週ね、あのこうやって予想動画ね上げてるからね、まあ食ったらね動画またやってんなとかね、あのこいつバカかってね思ってくれたりとかもねしちゃってね、もうねそう思ってくれたらね懐かしいなということで嬉しいですよ。うん、来週なんだっけな、まだフェブラリーじゃないですよね、クイーンカップと、なんだ、あ、やっぱ京都記念と共同通信杯、3つですね、来週は。はい、でその再来週はフェブラリーステークスということで、はい、頑張って予想していきたいと思います。それでは、ですね、今回は一応ね、2本立てっていうわけじゃないですけども、あのね、頭数少ないんでね、あの、一応ね、2レースまとめて、東京新聞杯と如月賞をね、お送りしました。来週はですね、まあ3つあるんでね、3つともね、あの、3つ動画をね、上げるんですけどもね、今回は1つの動画ということでまとめてしまいました。まあ、ここまでご視聴ありがとうございました。とりあえずまた来週、はい、お会いしましょうっていうわけじゃないですか。あ、まあ来週お会いしましょう。見てください。あと川崎記念のね動画ね1000回行ったんでね、もうね1000回でね、もうね俺ねもう10万再生取ったみたいなね感じになってるんでね、たったの1000回でねもう10万再生取ったって思ってるんで、ね、なんかねちょっとねワクワクしてるんですけどもね、本当にもう嬉しい限りです。本当にご視聴ありがとうございます。はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。以上、小関圭一競馬予想 TV でございました。またお疲れ様でした。